はい、速さん上本です。今回ですね、YouTube コンサルタントの青笹くんに引き続き来ていただいてます。よろしくお願いします。青笹です。よろしくお願いします。まあ、青笹くんは、僕と一緒に、企業様の YouTube の、チャンネル構築だったりとかを一緒にやっている、マーケターです。かなりのチャンネル数っていうのを立ち上げていて、そこのノウハウっていうのが結構しっかり、持っているので、一緒に対談という形で、ノウハウを聞いていきたいと思ってます。前回はですね、YouTube チャンネル構築ではやってはいけないことっていうテーマで5つお話をさせていただきました。これは本当に見てない方は見ていただきたいです。企業さんでも個人の方でも YouTube チャンネルを作るときにやってはいけない内容っていうのを紹介しているのでぜひ見てください。今回はですね、それとは打って変わって、じゃあやってはいけないことは分かったけど実際どうすればいいのっていうところと、何をしたらうまくいったのかみたいなのをちょっと成功事例を踏まえながら話をしていきたいなというふうに思っております。早速、じゃあどうすりゃいいのっていうのを聞いていきたいです。結論、アルゴリズムに乗っかれっていうことですね。どうやって乗るのかってことを今から話していくんですけれども、まずは YouTube アルゴリズムの説明から入らせていただきたいんですけど、 YouTube アルゴリズムはとにかく登録者とか関係なくて、今は視聴履歴なんですね。今このチャンネルを視聴している人がどのようなチャンネルが好きで、どのようなチャンネルの経路をたどってこのチャンネルにたどり着いたのかっていうことを YouTube のアルゴリズムは常に見ていますと。 A さんがこういうルートで来ましたっていうのが分かったら、その A さんに似た B さんのところにおすすめで出ていくって形なんですね。なのでもうこのフローに乗っかっちゃえばもう勝ちっていうところです。で、 YouTube アルゴリズムは賢いので、このチャンネルを欲してる人のところにちゃんと届けてくれる、そこの状態に行くまでをしっかり作り込んでいくっていうのが一番重要になってきますと。そうですね。例えばこのチャンネルを多分見ていただいてる方って、年収チャンネル経由の方だったりとか、令和の虎だったりとかで株元を知りましたっていう方も結構いらっしゃると思うんですよ。で、多分このチャンネルはそういう層っていうのが集まってきてるチャンネルだと思うんですけど、逆に言うとこのチャンネルを見てる視聴者っていうのが、その例えばラファエルさんだったりとか、ヒカルさんだったりとか、東海オンエアさんだったりみたいな超エンタメ系大物 YouTuber みたいなのをゴリゴリに見てますみたいな層とは多分相反してると思うんですね。ただこの相反してても自分たちの同じような層っていうところがちゃんとリーチが取れる、でかつその状況を保てるっていうのが実は重要だったりっていうような状況ですよね。はい、そうです。なのでそうなると、じゃあその最初の種 A さんどうやって作っていくのっていう話になってくるんですけど、そこで聞いてくるのが検索流入なんですね。顕在層なので、 A さんは顕在層が検索するワードで、その顕在層が気になる動画をちゃんと残しておくと、徐々に徐々にスコアが溜まっていくようなイメージですね。こういうのが好きなアカウントが見るチャンネルなんだ、でその人がサムネクリックするチャンネルなんだってことを理解してもらって、で今度はそういう人がサムネクリックした後に0分から最後まで見るチャンネルなんだっていうふうに理解してもらって、こういうのが好きな人がこのチャンネルが好きってことを YouTube にどんどん学習させていくっていう形になります。でそれが検索ワードで学習させていくっていう手法が、まあ、今メインになっているかなとは思います。じゃあやらないといけないこととしては、どういう内容があるんですか？まずは自分たちの売りたい商材の顕在層がどういう情報を欲しているのかってことの洗い出し、その情報を欲した時にどのような検索ワードで来るのかってことをちゃんと定量的にキーワードプランナーだったり HLFS とかで洗い出していくっていうことをやっていく。それによってこの検索ワードを取りたいっていうところから逆算してタイトルだったりとか企画ってものを作っていくっていうのが適切なフローになります。かつそこは多分前準備の段階で、はい、その人たちが見てくれるかどうかだったりを PDCA を回さないといけないわけですよね。あとさっきちょっとあった最後まで見てくれるかみたいなっていうのは結構重要なんですか？そうですね、結構重要で、 YouTube の最終的なスコアリングが何でなされているかっていうと、総視聴時間っていうふうに、まあ、私は思っていますと。再生回数でもなく、サムネクリック率でもなく、総再生時間で、総再生時間の因数としてインプレッションがあります。こんだけの人にまずチャンネルが知られていて、おすすめが出ていて、かけるクリック率で視聴回数が出ますと。その視聴回数かける視聴維持率っていうものも結構指標として使われるんですけど、それで総視聴時間が算出される。でその総視聴時間をちゃんと狭められた明確な層に対して貯めていくっていうのが最終的なゴールになるので、もちろんクリック率が必要だから、そういった企画だったりとか必要なんですけど、平均視聴率ってものを因数としてやっぱ重要になってくるので、ここもしっかり担保していくようにしっかり作り込んでいかなきゃいけないっていうことになります、うん、平均再生率を上げるにはみたいな、結構そこ重要じゃないですか、うん、はい、どのくらいの水準を目指せばよくって、上げていくには今例えば低い方だったりとかがいるとしたら、はい、どうしていったらいいですか？まず水準が10分ぐらいの動画だったら 40% は欲しいなということですね、うん、40% 以下だとちょっとまずいなっていう風に考えますと、じゃあ今 40% 以下になっている人がどうしたらいいかってことなんですけれども、一番簡単なのはまず編集をプロに頼むこと。やっぱカット感だったりとかテロップ感っていうものが、人がどんどん離脱してしまうんですね、アマチュアの人がやると。やっぱプロがやるとしっかりそこのテンポ感だったりとかっていうものを YouTube に最適化してやってくれるので、やっぱ YouTube の編集に特化したプロにまず編集を発注してみるっていうことが一番簡単な施策なんじゃないかなと思います、うんうん、それでもダメな場合は今度は喋りの方に問題があるので、キャラクターを濃くしてみる
るとか、台本を全然作り込まずに喋っていた場合は台本を作り込んでみる。例えば最初に問題点を指摘してあげて、ちょっと恐怖を煽ってあげて、この動画見ないとこんなに損するよってことを入れてから動画を始めるとか、そういったことをやっていくことによって視聴率ってのは上がっていくかなとは思います。まこなり社長の動画をちゃんと見ましょうってことですね。そうですね、まこなり社長とかそういうところをしっかり作り込んでいるので結構まこなりさんの内容って、まあ内容っていうよりはあの構成が、うん、あのしっかりしてるなっていうような気はしていて、ね、今言ったような課題提起だったりとか具体的なところに入るまでの流れだったりとかっていうのがかなり参考になるので、そういう目線で伸びてるチャンネル、特にエンタメ系ではなくて伸びてるチャンネルがなんで伸びてるかっていうのを皆さんでちょっと分析した上でパクるっていうか、そうですね、もう徹底的にパクる TTP をやってもらえればなというふうに思ってます。まあどういうふうにやっていったらいいのっていう内容に関しては、まあ今ちょっと話があったように明確に種を作るっていうところを、検索から取るっていうのを意識して自分たちの明確なターゲットを決めましょうと。でそこの人たちがちゃんと刺さるコンテンツを出していきましょう。でそのコンテンツに関してはちゃんと最後まで見てくれるものっていうのを、構成だったりキャラだったり編集だったりっていうところで担保できるようなものっていうのを作っていきましょうって、まあ結構これ当たり前の内容を話はしてるんですけど、これを引き詰めてやっていきましょうっていうのが YouTube マーケのやり方になりますと、うん、まあ今これまあ初動と設計とツンツンととか言って育てるっていう話してるじゃないですか、うんはい、息長い話なんですか、どんぐらいかかるんですか。最短3ヶ月平均6ヶ月、うん、1年以内に伸びなかったら撤退みたいな、結構そんぐらいのスパンで考えています、うんうん、検索ワードで撮っていて、先ほど総視聴時間を貯めるって言ったんですけど、だいたいチャンネル全体で1000時間貯まった時と4000時間貯まった時にぴょこぴょこっとチャンネルが成長するっていうような感じがあって、本当そこまではひたすら耐えっていう、ツンツンしながらツンツンしながらもう半年ぐらい待って、やっと超えたってなったらいきなりギョンって伸びたりとかするので、結構そういうところで耐えれなくて、あともうちょっと我慢してれば伸びたのにみたいなタイミングでやめちゃう方も結構多いなっていう印象はありますね。でそういうチャンネルを放置してると、放置しててもある程度こう検索流入で入ってくるじゃないですか、はい、ってなると更新やめて放置しててある日急にキュッて伸び始めるみたいなのがあって あれみたいなのが結構あるんですよ。なんで3ヶ月、まあ、6ヶ月僕が結構見てる感じだと、まあ、本当に半年ぐらいっていうのは少し覚悟した上でやった方がいいかなと。例えば市場が結構ニッチだったりとか、うん、どうしても母数が少ないので数字がたまらないみたいなチャンネルは6ヶ月以上かかってしまうケースっていうのはどうしても出てくるので、そのスケジュール感みたいなところっていうのは、皆さん自社で回す時もまだまだだというところをちょっと自分たちでこう認識した上で、進めてもらうのがいいかなというふうに思います。実際これは成功事例というか、うん、本当にそれでうまくいくのっていうのは気になるところだと思うんですけど、うん、実際どうですか。もちろん話してる以上はうまくいった事例があるんですけど、うん、例えば一番わかりやすいので言うと、ゲームのチャンネルをプライベートで作ってたことがあって、ほう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 、その時が結構わかりやすい動きをしたなっていう形でして、最初は結構ざっくばらんにゲームに対しての検索ワードを取っていたんですね、うん、でこうファネルで言うとゲーム全般っていうものがあって、任天堂プレステっていう次のファネルが、はいはいはい、でその中に例えばファイナルファンタジー、ドラクエ、モンハンとかいろんなその流度があると思うんですけど、うんうん、そこをいろいろ行き来してみて、今の YouTube 市場がどの流度が最適なのかってことをテストしたことがあったんですね。その時にもまずは検索ワードを一番広いところで取ってみる。そしたらやっぱゲーム系の市場って広い検索ワードは競合が多いので全く流入できなかったんですけど、徐々に徐々にファネル進めていって、ここならどうだここならどうだっていう風に進めていったら、結構ピンポイントで良かったのが、そのドラクエだったりとか FF っていうゲームのタイトルごとの検索ワードっていうのは、うん、今の市場では取れるワードだったんですね。なので今度はそこが明確になったので、ゴリゴリにそっちに寄せてしっかり作り込んでいくっていう。僕の場合はドラクエのチャンネルを作ったんですけど、その時はいろいろ FF とか出しながら様子見て、あドラクエの検索ワード取れるぞってなって、ドラクエのコンテンツをこうしっかり敷き詰めたチャンネルを設計したら、もう結構ドラクエの考察ではもう最大手のチャンネルになって、 YouTube 市場を理解するために作ったチャンネルでしかなかったんですけど、結構広告収益とかでもだいぶ儲かっちゃったみたいなテストしてたら儲かっちゃったみたいな感じになって、うんうんうん、結構それは面白いし、アルゴリズムを理解するのに教科書的な事例だったなっていうふうに思っています、うんうん、一番多分いいというか、ゲーム全般のところがどうしても多分キーワードが多いじゃないですか、うんうん、でここで撮りたいっていうのは多分みんなあると思うんですよ、うん、みんなあると思うけど、多分ここで撮るのって相当きついっていうのが実際なところなので、ね、じゃあどこまでブレイクダウンしたらそこから伸ばせるのか、でこれ伸ばした後にちょっと軸を上げていくとかっていうのはありじゃないですか。そうですね。なのでまず選定、どっかの市場をちゃんと取れる場所を選定する、でその上でそこから軸を広げていくだったり、ちょっとずらしていくみたいなことっていうのをやっていくのが、まあ、YouTube チャンネルの作り方として適切なのかなというふうに思ってます。はい、ということで今回はですね、 YouTube チャンネルじゃあどうやって作ったりいったらいいのというところについてお話をさせていただきました。まあちょっと YouTube に関わる専門
的な用語だったりっていうのを混ざってはいるんですけれども、今言った内容っていうのを踏まえた上でチャンネル構築をしていっていただければなというふうに思います。多分ここのチャンネル構築っていうのが一番重要な部分で、例えばその初動の設計とアルゴリズムにお任せするところまでを誰かに依頼したいみたいなニーズっていうのは、おそらくあるだろうなというふうに思っています。で、青坂君だったりとか僕だったりはそういうところの設計っていうのを日々やっているので、ご相談がある方は概要欄からお問い合わせいただければというふうに思っております。はい、それでは本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。